はい、こんにちは、栃木の竹志農場です。ヘアリーベッジのね、刈り取り2日目です。昨日ね、だいたい半分やったんですけど、ちょっと風が吹いてるんでね、途中でやめちゃいました。で、今日残り半分ですね。これ、奥まで行って、1列飛ばして、次の列をやっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。で、往復します。
解作業終了です。お付き合いありがとうございました。で、こちら側にね、ネギの右側にあと2列残ってる、これネギなんですけど、こちら側にねあと2列残ってるんですが、これはちょっと左側のね巨峰のハウスを関連車かける予定なんでね、ここ柔らかくしちゃいますとあれに歩きにくくなってしまいますので、ここはちょっと一番最後にします。はい、お付き合いありがとうございました。